慶長三陸地震は、1611年12月2日、現在の青森県、岩手県、宮城県を襲った地震。震源や地震の規模については、諸説ある。1611年12月2日、未国杉大地震、昼八辻に大津波と記録されている。武藤六条江門の所蔵庫大書には、大地震三度死とあり、三度を大きく揺れたことになる。当時、 日本を探検中のビスカイノラも、欧州沿岸の測量中に地震と津波に遭遇し、その記録を残している。津波の激源域は1933年の昭和、三陸地震とほぼ重なると考えられてきたが、近年それとは違った諸説が出ている。この地震において、現在の三陸海岸一帯は共振に見舞われたが、太平洋側沿岸における震度は4から5程度と、 推定され、地震による被害は、ほとんどなく、津波による被害が大きかったことから、津波地震と推定されている。この地震による津波被害は、京町三陸地震津波あるいは、京町三陸津波とも呼ばれている。この地震の7年前には、日本の太平洋沿岸で大津波が発生していた。なお、地震が発生した当時は、三陸という地域名称は存在しなかった。 現在の三陸沖北部で発生したと推定されている。また、津波到達が地震動の最大時から約2から4時間経過していたことから、震源の位置について疑問の声もある。北海道大学の平川和臣は、17世紀初頭の津波堆積物が、四股半島や道東、道南、三陸北部、三陸南部と約 1500km の範囲に及ぶことから、 京町三陸地震は従来の震源推定地であった三陸沖北部よりも北の北海道東沖から北方領土沖の千島海溝付近で最初に発生した地殻変動が周辺の震源域と連動して発展した巨大地震である可能性が高いと推定している。さらに日向川が雑誌科学で発表した説によると 17世紀初頭のものと推定される北海道東部で発見された津波根は15から20メートルの津波が到達したものと考えられる上、同時期に大きな津波が2回発生した記録はないことなどから、慶長三陸地震は千島海溝沿いにおける M 9規模の地震の可能性が高いと推定している。産業技術総合研究所は2012年5月に 慶長三陸地震の震源を北海道と勝ち、根室沖で M8.9 以上とした。また、武藤六条江門の所蔵庫大象による大地震が3度経った、都由来駅にある上安寺の僧侶が海の沖しきりになること 4?5 度の記録の考察から朝9時頃に三陸沖でプレート境界型地震が起こり、引き続き14時頃にアウターライズ型西岸層地震が起こり、 これが大津波を引き起こしたとする説もある。最初のプレート境界型地震で発生した小津波が寸覆期による潮色が異常との記録に相当し、海なりはアウターライズ型西断層地震とされる章は三陸地震でも記録されている。津波は太郎や大船なで最高20メートル前後の高さであったと推定されている。スペインの冒険家、セバスチャン・ビスカイノは 東北沿岸を航行中に、気仙群沖来村、現在の大船渡市三陸町沖来地区周辺で、大津波に遭遇、同じ気仙群、今泉村、現在の陸前高田市気仙町今泉では、村の家はほとんど流されて、約50人が死亡したという記録が残っている。リタネ君五年府によると、相馬漁では700人が津波に流されて死亡したと、いう。また、 仙台藩や森岡藩での被害も記載されている。津波は現在の三陸沿岸及び北海道の太平洋沿岸に来襲し、仙台藩領内で死者1783人、南部藩、津軽藩の海岸でも人馬死んだ者3000余という記録が残されている。北海道でもアイヌを含めた数の死者が出たという。寸布記には伊達政宗に献上する。 初たらを取るため侍二人を使わし、両人らは潮色が異常であるとして、難色を示したものの、署名を受けていかざるは君を伏するなり、やむべきにあらずと手質疑をした、両人らは津波に愛両人の生所なる山上の、千岩松の傍らに流れ着いたが、家は一軒残らず流出したとある。この、寸布記にある、松平陸守正宗根魂初たら、 治の正宗領書会派手神国、波東大長来、出流室、歴史者五千人、よいわく津波云々が、文献に現れる最古の津波という極の記述とされる。慶長三陸津波の後、仙台平野において、沿外で、約十年が経過しても米が収穫できず、名取軍の農民が、仙台藩の奉行に、年貢の猿上場を提出したとされる。 この時の津波に由来する伝承が地名などに残されているところがいくつかある。宮城県の仙台市若林市区に海岸から約5.5キロ離れた場所に1702年に建立された波文神社がある。この名称はこの周辺で津波が二手に分かれて引いていったことを示すと伝えられている。同じく宮城県の七ヶ浜町の勝武伝浜には 招きまたという名称の高台がある。この地名は、避難した人たちが、こっちさこいと手招きしたことからついたと伝えられている。川角広氏により、推定震度分布に基づくマグニチュードは、MK イコール6.5として M8.1 が与えられていたが、宇佐美達夫は、昭和三陸地震と比較して、画角の値は、やや大きく与えられている、可能性があるが断言できないとしている。 津波の激源域が昭和三陸地震と重なり類似しているとして、複数の文献で M8.1 が採用されている。高血和樹は、東北地方の太平洋側のプレート境界で、推定される歪み蓄積量から、M9 クラス地震が約440年に一度発生すると試算し、上岸地震や、京町三陸地震もその候補に上がるとしている。 旧川が主張するように、北海道沖から北方領土沖が連動して発生したものであれば、地震の規模は従来言われる M8.1 を大きく上回るものと推定される。また、同じく前述した平川が科学で発表した説では、千島海溝沿いにおける M9 規模の超巨大地震と推定している。東北大学災害科学国際研究所のエビナ、雄一准教授等は、 18地点の津波の規模から考え M8.4 から8.7と推定し、慶長大地震津波と解消すべきだとする。今村秋常は被害が北海道にも及ぶこと、三陸海岸に伝わる公費などから、慶長三陸地震は上岸地震と並び、その津波の規模において最も激烈なるもので、明治三陸地震をしのぐものであるとしている。 津波素状項の比較では、太郎村海浜において、慶長三陸津波20メートル、明治三陸津波14.5メートル、昭和三陸津波6メートルと推定している。また船越村おたりとりでは、波が道村大浦へ至る峠を越したことから25メートルに達したと推定され、ここでは、明治三陸津波17.2メートル、昭和三陸津波12メートルであった。 さらに折笠村においては、慶長三陸津波は、海岸から2100メートルの距離まで浸水させ、対して、明治三陸津波1100メートル、昭和三陸津波700メートルであった。北海道西部の猿川中流域の場所で、津波が押し寄せたと証言した人の記録が、アイヌ民族の伝説に残っている。辻義信の,の分析によると、 津波の素状高は63メートルに達し、2箇所で50メートルを超えたとみられる。これらは日本国内観測史上最大の東北地方、太平洋沖地震での43.3メートルを超える。発生した年代は17世紀以降と推定され、京町三陸地震による津波の可能性が高い。津波が昭和三陸地震より南部で、 高い事実から昭和三陸地震の断層モデルを南側に六十キロメートル延長して長さ二百四十五キロメートルとした断層モデルの推定により地震モーメント M0 イコール六点九千二十一 n m が推定されているがこれは正断層型地震と仮定したモデルであったしかし地球上の沈み込み帯で発生する正断層型地震の総モーメントの推定から プレート内の正断層型の地震は、三陸沖北部から房総沖にかけて、全体では750年に1回程度の発生と計算されることもあり、海溝よりの逆断層のプレート間地震と考えるのが妥当であるとされている。当時の海岸より一里余り内陸にある、宮城県岩沼市の阿武熊川沿いにある千上山の、ふもとまで船が流された記録から、 かなり内陸まで遡上したと推定され、江戸時代に発生し、三陸沿岸を襲った1677年、遠方八戸沖地震、遠方暴走沖地震、1763年、宝暦八戸沖地震、1793年、関西地震、1856年、安生八戸沖地震の津波を規模で遥かにしのぎ、さらに津波堆積物の分布から、 仙台平野は少なくとも昭和三陸地震より広い範囲が浸水していたことが示された。高温成跡は海岸から 1.2km 内陸部に入った宮城県岩沼市下池里にあり、そこで2013年にトレンチ調査が行われ、慶長地震の際にできたと見られる津波堆積物の層が発見された。東北地方太平洋沖地震津波においても、 欧州街道や浜街道の宿場町はほとんど浸水しなかったことから、これは先人たちが江戸時代の初期に軽町津波を経験し、その教訓に基づいて街道整備を行った結果であるとも推定されている。宮城県気仙沼市の大谷海岸において過去6000年間の地層から上岸地震の津波堆積物を含む6枚の津波堆積層が発見され、その最上層は 慶長三陸津波によるものと推定されている。さらに北海道十勝地方沿岸において17世紀前半と見られる津波堆積物が見出されており、三陸沿岸における甚大な津波被害は、この慶長三陸津波しか知られておらず、この津波による可能性があるとされる。その後、日向は各地で津波堆積物の調査をし、四丹島、根室地方、 福路地方、道南、青森県東通村においても17世紀初頭と見られる津波堆積物を確認している。地震調査研究推進本部による2009年時点の地震発生の可能性を評価する三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価において記録史上最大と考えられる上岸地震は 資料が不足しているとして評価の対象から除外され、津波の規模でこれに迫る慶長三陸地震は400年に3回程度発生する三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間を地震としての扱いであった。この慶長三陸津波を再調査し検証し直す動きもある。ありがとうございます。